それも内戦という現象についてお話しします。内戦というのは例えば一つの国の中で政府がどうしようもない、一党独裁であるとか政治家が腐敗しているとか国民の大多数が苦しんでいるのに一部の人間だけがお金持ちでいい暮らしをしている不公平、そんな時にその反政府の勢力たちが武力で国を変えようという社会を変えようという、そして戦いになる、戦争になる、こういうのが内戦ですね。アフリカが一番多いです。で今安保法制って聞いたことありますかね。その絡みで我が自衛隊がもう南スーダンというところで働いております。でなぜ働いて、ね、日本みたいな国、南スーダンなんか別に皆さん、ね、関係ないじゃないですか、ね、南スーダンなんていう名前を聞いたことないかもしれない、日本人の大多数はですね。でそんな国が明日消滅しようが我々の生活には全く何も関係ないというね。でもそんなところでも南スーダン、みたいなちっちゃな国でも国連加盟国である日本と同じようにですね。ですから全く関係ないところでひどいことが起こる、内戦が起こる、そこで住民が犠牲になる、それも一人や二人ではない、何千人も何万人という人たちが犠牲になるって、それをほっとけるのかということですね。でこういうのをほっとかないという国際的な取り組みが枠組みが人類史上初めて特にこの第二次世界大戦後できたわけであります。それが国連という国際連合という枠組みであります。その国連が温度をとってそういうところを何とかしなきゃいけない、世界の問題としてちっちゃな国で起こった問題だけれどもみんなで何とかしようよということですね。そういうわけで国連平和維持活動といういわゆる PKO と呼ばれる、そこで自衛隊が行ってるわけであります。だから日本と全く関係ない国の戦争に巻き込まれないように集団的自衛権は反対っていうふうなことを聞きません。で僕も今安倍政権がやってることは反対の立場にいますけれども、君たちを前にこんなこと言いたくないんだけど、君たちの問題だからこれは ね、あえて言いますけれども、でもしかし関係のない戦争に巻き込まれるのは嫌だっていうわがままは許されません。現代社会では関係のない国の戦争でも我々は関与しなきゃいけないという枠組みを戦後作ったんです。それが国連です。もし関係のないことにないからといって仕方をするのであれば国連を脱退しましょう。永世中立国になればいいんです、ね、それはまた別の話であります。でもしかし皆さんの家が火事になったら消防署が来てくれるでしょ。こういう例え話は安倍さんが言うからうさんくさいんだけど、僕が言うと許してくださいね。でもその消防団員にとってはあなたの家が燃えようが関係ないわけです。でしょ。でも消防団員にお金が払われている、消防というシステムの中で。だから全く関係のない家でも消防団員として消防署が駆けつけてくれるわけでしょ。それが国連というシステムであります、ね、もしかしたら明日は我が身かもしれません、ね、ということで、このアフリカの話をします。南スーダンではありませんけど、もっとちっちゃな国、この映画を 見た人僕の大好きなデカプリオが、ね、熱演しております。ブラッドダイヤモンドという、チンズられたダイヤモンド、これはアカデミー賞候補になりましたんで、多分日本で見た方も多いと思います。ちょうど7年ぐらい前にロードショーになったものであります。でこれを見た日本人でもデカプリオの好きな、でもこの映画が舞台となった国のちっちゃな名前、ちっちゃな国の名前を覚えている人は少ないですね。でこの映画の舞台となったちっちゃな国のお話をします。それはシエラレオネという国であります。聞いたことないでしょこんな国、どこにあるか、ここですこんなちっちゃな国です、シエラレオネですね。この国も我々の生活には関係ねえだろうと思うでしょうが、大ありであります。なぜかというとここはダイヤモンドが取れる国です。でこのブラッドダイヤモンドという映画ですね、もうちょっと見せますけどね、あ、ちょっとこれ
この最後のシーンは面白いシーンで終わっております。それは南アフリカのある都市で国際会議が開かれた、そのシーンで終わってるんですね、この映画。その国際会議で何が話し合われたか、それがキンバリープロセスという国際的な枠組みであります。つまりこういうダイヤの利権が膨大な利権であります。でこれがやはり内戦の引き金、腐敗の引き金、一部の人が儲かる、ダイヤ業者だけが儲かる、でそういう人たちは賄賂を払いますから、誰に払うか、現地の政治家官僚に払うわけでありますね。一部の人たちがこう潤うような、本当だったらこれ国のもんですから全部国庫に入れて国民の福祉に資さなければいけないんだけど、そういう形にならない、それをまた賄賂合戦を外の業者がするという、ね、でこういう腐敗の構造が内戦を引き起こします。だからこの血塗られたブラッドダイヤモンドという言葉が、でこの血塗られたダイヤモンド、つまりこういうダイヤモンドというのは全て密輸されております。でそれを自主規制しようじゃないかという宝飾業界で、宝石を扱っている、ね、業界ですね、そういう人たちが自主規制を国際的にした、それを会議がキンバリープロセスと言います。でそれ以降、これ2003年の話ですけれども、キンバリープロセス証書、つまりこれはダイヤがどこで取れたかということを証明する出生証明書です。例えばシエラレオネ政府が出すものですね。それがない、その証書がないダイヤっていうのは扱っちゃいけない、扱わないようにしましょうねっていう国際的な取り組みです。これをキンバリープロセスと言います。日本はどうでしょうか。多分お父さんお母さんいらっしゃいますから、タンスに眠っているダイヤモンドを引き出してください。そこにキンバリープロセス証書がついてるかついてないか自分で調べてください。多分ついてないはずです、日本で今でも取引されているものは。ということはどういうことかというと、そのダイヤは 99% 以上の確率で原石の時に密輸されたものです。どんな銀座の有名店で買おうと、ですね、密輸されたものです。それはですね、それを無意識に、この国の名前も知らないのに、消費者としてダイヤモンドを買うことが、アフリカのこの彼の地において内戦を引き起こしているという映画、それがこの映画の主張であります。ですから皆さんの日常生活と非常にこれは関係あるわけです。こんな国でもですね、はい、この国は僕の母国です。なぜかというと、僕はこの国に1988年、皆さんが生まれる前ですね、赴任しました。どういう立場で赴任したか、そのお話をいたしますですね。今僕の横にいる息子が26歳であります。1988年の話ですね。家族でここに引っ越して、後ろにいるのは僕の母親ばあちゃんでいますけど、この後に、次男も生まれましたけれども、離婚してませんけれど、奥さんも後ろに移っております。はい、シエラレオネであります。ベンツですね。この国はなんと人口比に対するメルセデスベンツの台数が世界一の国なんです。ベンツというのはお金持ち、セレブの象徴であります。ダイヤがこれです。シエラレオネのダイヤモンドは世界有数、一番品質がいいと言われている。でもう一つ、シエラレオネのダイヤモンドというのは機械掘りをする必要がない、人間の力で地面を1メートルぐらい掘り返して、それを川に持って行って、土をザルでジャカジャカやれば原石が出てくるという、簡単に取れちゃうというですね。で原石ってのはこんなもんですから、密輸するのは簡単です。一番いいのは飲み込んじゃえばいいわけ で、それで飛行機に乗ってヨーロッパに行って、空港の便所に駆け込んで、うんこすれば、それで密輸が完了するとするわけですね。つまり密輸が非常にしやすい、みんなやってましたね、個人レベルでこれを。でもう、業者ってのはもっとこれを大規模にやるわけでありますけどもね。でこの利益が国に入らない、個人の利益になっちゃうということなんであります、ね、この戒めですね、このブラッドダイヤモンドという映画ですね、はい、
と同時にこの国はこれシエラレオネの国旗ですけども、なんかコンビニのマークみたいですけれどもね、これがれっきとしたシエラレオネの国旗なんですけどですね、世界最貧国です。世界最貧国で、国連では国連開発計画という団体があって、人間の開発指標というね、国のランキングを1975年からずっと毎年やってるんですけどもね、どの国が一番最低か、いろんな基準です。幼児の死亡率、識字率、それとか人口に対するベッド数であるとか病院の数とか、それを全部こう統計総合して国の順位を決めるんですね。その指標が始まった1975年からつい最近まで、毎年毎年ずっとシエラレオネは世界最貧国、つまり地球で一番最も貧しい国と言われている。特に幼児の死亡率、つまり、子供が乳幼児が5歳まで生きられる生存率ではダントツです。2位の追従を許さないほど高いです。子供がバタバタ死にます、この国は、ね、ここで疑問が残るはずです。なんでダイヤが取れるのに、ダイヤだけではありません、金も取れます。で、皆さんが日常生活で使っているもの、もう一つ重要なものも取れます。それはこれです。これチタンの原料のルータイルというのもザクザク取れるんです。これも皆さんの日常生活とこれなしでは考えられないですね。ここから来てるんですよ、この国から、ね、でもそれがなぜか国を通さずに外に出ていっちゃう、ね、で国は国民はバタバタ死ぬという、こういうこと。ダイヤが取れながら世界最貧国という、これがこの国の矛盾、どっかがおかしいわけであります、 ですね。でそれに対して僕は何をやったか、当時若い僕は20代の僕です。アメリカの団体に雇われて、ね、給料が良かったから、僕はまあボランティアとかそういうの全然興味ないんで、国際協力とか全然興味ないんで、結果的にやってますけど、ね、ただ給料がいいからということで僕は雇われてアメリカの団体に、でこの国に赴任するわけですね。どういう団体かというと、いわゆる NGO というノンガバメンタルオーガニゼーションですね。つまりいいことをやるわけです。でもしかし給料がすごく高いって言うんですね。そこが欧米の NGO と日本の NGO、 日本の NGO というとなんか貧乏くさい、いいことやってんけどみんな貧乏みたいな感じでしょ欧米とはちゃうんですね。お金がバンバン出るってですね。でその欧米の団体に行って、まあ、日本人は僕一人でしたけど、当時はですね、とにかく子供を殺さない、チャイルドサバイバルっていうこと、子供をバタバタしている子供をなんとか殺さないようにする、そういうプロジェクト、開発プロジェクトをやる最高責任者としてこの国に赴任いたしま す, です、ね、子供を殺さないには誰を使わなきゃいけないか、もちろんそうです、男は使えません、男は身勝手です、ね、お母さん方 で, です、ね、お母さん方をこうね、グループを作ってそれにプロジェクトをやらせるということでありますね、はい、子供です。というのは子供が全てです。具体的に何をやったか、開発プロジェクトですね。これは何をやってるところでしょう、何か分かります、何を作ってるところでしょう。まあいいか、時間もないし、ね、アフリカにはキラーディシーズ、人を殺す病気があります。三大キラーディシーズです。そのヒットは何でしょう、まあ、今からこれは25年30年前の話ですけども、今は少し抑えられてますけども、まあ、第1番目の病気っていうのがエイズであります。皆さんも気をつけなきゃいけませんよ。で2番目が、日本は昔はあった、この頃はやっぱり東南アジアを旅行するとこの病気をもらって日本に帰ってきて死んじゃう場合があります。だから気をつけてください、マラリアであります。でこれはだけどあんまりね、変なことしない限り日本人は普通はかかりません、ね、エイズも、ね、マラリアもね。3番目に人を殺す、子どもたちを殺す病気っていうのは、実は今僕はずっとマニラから帰ってきたばっかりですけども、まあ、マニラからに行く前もう僕はかかりました。ちょっと飲みすぎたりすると下痢です。下痢が子どもを殺すんです。で普段から栄養失調状態の子どもが下痢をするとどうなるか、水が全部出てちゃいますから急激な脱水症状を起こすわけであります。で子どもはバタバタ死にます。静かにバタバタ死んできます。目の届かないところで農村でですね。
で、この下痢を止めるにはどうしたらいいか。下痢というのはどういうことかというと、やっぱ患者のうんこにたかったハエが口に止まるとか、食器に止まるとか、それで媒介するわけですね。つまりうんこがいけないわけです。みんなこれ残すとしますから。なぜ残すとするかというと、ずっと有史以来そうやってきたわけです、この人たちは。で、青空の下、夜空の下でうんこするほど気持ちいいことはありません。やってごらんなさい。なんであんなジメジメした狭いところでやんなきゃいけないのかと思いますから、ね、そうやってずっと何世代もやってきた人たちなわけです。でもしかし人口も増えてる、密集している。で、これをこのまま続けるわけいかないんですよね。案の定病気が広まっちゃうわけであります。だからうんこをトイレでするという習慣を作んなきゃいけないな、彼らが経験していけなかったこと、これをどうするかということで、これは何をやってるかというと、トイレを作ってるわけです。簡単かということですね。じゃあ村に1個トイレを作ればいいんじゃないか、そんなことじゃありません。そうすると習慣になりません。うんこをするという、トイレでやるという習慣は、やはり家庭に1個これを作んなきゃいけない、教育とともにですね。なぜ外でうんこすると子どもが死ぬかという因果関係をちゃんと教えなきゃいけないわけです、ね、それと同時にうんこをちゃんとしたところでするという、ね、風習を作んなきゃいけないということで、これを作るわけです、各家庭に1個ずつです。で、当時の僕の管轄してた世帯数というのは約20万世帯ありましたから、ということは20万個作るわけです。これを20万個ですよ。それも10年かけだったら子どもが死んじゃいます。1年以内、2年以内にやるということ、それをやっちゃうんですね、僕らは。そこが欧米資本の NGO のすげえところでやっちゃいます、ね、村の景観がザーッと変わっちゃいますこれをやって。で、まあ、やり方としては、まあ、僕らが作ってあげるわけじゃなくて、村の若い衆にこの作り方を習得させて、小遣いをやって、で、村で周辺で取れるこの材料をできるだけ使って、まあセメントも一部使っておりますけれども、そうするとこれがネズミ山的にこうやって広がってくるわけです。そういうことをやっちゃうわけです。これは小学校建設ですね。この国の3分の1の小学校、中学校は僕が作りました。そのぐらいでかい NGO だったんですね。これは農業プロジェクトです。これもこれ穀物倉庫ですけどね、村に1台必ず作る。井戸も掘りました、何千本という井戸を掘りました。これは診療所、ちょっとわからないですけど、診療所、この国の村の診療所3分の1は僕が作りました。これは何かというと、マイクを持っている人は当時の副大統領、その横の横に20代の僕がいますけど、あまり今と変わってないみたいだけど、いますけども、これは何をやっていることかというと、この国の独立史上初めての農業協同組合を作ったのが僕です。で、協同組合を作って何をするかというと、これです。農業の機械化で、やはり栄養を少し裕福にならなきゃいけない、で、栄養を子どもが取れるようにしなきゃいけないということで、農業の生産高を上げるということ、機械化です。赤いボディが見えてますね、トラクターです。そして、より効率よく耕作をするために、集団の農地化するわけですね。それを機械でガーッとやっていくっていう。そうすると、もう本当バンプハーベストって言ってね、収穫がどんどん上がるわけです。そうすると栄養状態が良くなる、家庭の。そうすると何が起こるか。僕が活動している地域だけ子どもの死亡率が下がります。それを我々は成果としてお金をいただいた人たちにこう提示する役に立ちましたよ。じゃあ他の地域はどうするか知りません。ある意味こういう開発行為、開発援助というのは格差を生むわけでありますですね。国中の全ての人間を同時に幸せにできるか、できません。残念ながらです。それだけの余力は一つの団体にはありません。でも国連にもないでしょう。でも人間はできないんでしょうか。人間の総力としてできますよ。できます。ちょっと考え方を変えればです。もっと援助金を出せばいいのか。そうじゃありません。
革命です。革命が必要なんです。それはなぜかというと、この国の当時の国家予算ってどのくらいだと思います？約日本円にすると90億円でした。回るはずがない。人口が400万人ですけど、90億円ですよ。90億円。そのうちの60億円が債務返済ってことは、残りの30億円、30億円だよ。30億円、ね、僕の家だって1軒1億円ぐらいするかな。たった30億円で回してたんです。だから子供が死ぬわけですね。ね、30億円です。それを10倍にして300億円にして、お金を寄付できないんですか？できるでしょ、孫正義だったら。できるでしょ、ビル・ゲイツだったら。10年分ぐらいできるでしょ。なぜかそれをしないんです。我々は経済界は何もしないんです。何をするかというと、一部の心ある人たちが募金をして、援助団体にお金をやり、国連にお金をやり、それでまあこうやって部分的な手当を我々はしますけれども、全部はできません。またして人類として全部の人間のことをケアできないのかと。できますよ。この数字を考えてください。この国5年分ぐらい孫正義だったら買えますよ。これ運営できます。でなぜそれをしないんでしょう。誰がこの国のこういう惨状にしている利益を得てるんですか？我々じゃありません、まあ、皆さんまあ使ってますけれども、経済界であります。経済界は規制が全くありません。この貿易に関してはです、収奪し放題です。アフリカからよく言われるのは、アフリカから我々が100を何か得てるとする、資源を、それに対して援助も含めてアフリカに返している、対価も含めてですよ、ね、払ってるのはそのうちの20でしか過ぎないってよく言われます。つまり80は分取ってるわけです。我々はそういう感覚のないまま、まあねね、全く意識のないままこの国から来ているダイヤモンドを消費し続ける日本人、ここが問題なんです。ですか？シエラレオネ人はダイヤは身につけませんよ。身につけるのは皆さんのお父さんお母さん、多分皆さん結婚するときです。皆さんなんです。必要なのは援助ではありません。必要なのはこの仕組みを変えることです。じゃないとずっと続きます、これが。でこの国は、これがちなみに、大統領です。腐敗の権限の大統領、僕の友達でした。なぜかというと、僕の活動地域は彼の出身地なわけです。僕と彼は兄弟のような関係でありました。その結果、僕はこの国の議員を一期やりました。議員仲間です。この国の歴史史上初めて外国人が議員をやるというですね。でこんな中、こうやって僕は権力側に完全に癒着しただけです。ですか？何が起こったか。これが起こりました。革命が起こりました。こんなこと許されるはずがありません。でこの後に見せる、ここが内戦化するわけですけどもね、民族、よく内戦でいうと、なんか宗教対立であるとか部族対立とかそういうことを言いますけれども、シエラレオネのこの内戦というのは違います。これは革命です。最初起きたのはで革命が起きて当然です。なぜダイヤが取れるのに世界最貧国なんですか？こういうのを根底からガラガラポンしようという若者たちが、宗教に関係なく立ち上がりました。大学生たちです。今国会でやってますね。彼らが高校生も一部立ち上がりました。安保法制に対して、あんな感じです。唯一違うのは武器を取ったってことです。で世の中を根底から変えてやろうということで彼らが立ち上がりました。これが反政府ゲリラとなりました。で僕らも内心、これはしょうがないだろうなと思ってました。僕も権力に癒着してましたけどもね、僕だったらやってるだろうって言いながら、僕らは甘い資料をずっと吸い続けてきたわけでありますけれども、ね、ところがちょっとおかしくなりました。この時初めて思ったのは、もう政府がもう完全によれよれだったんで公務員に給料も払われてないし、みんなこうやって着服しちゃうから ね、警察官も全然士気がないし、国軍の兵士も全く士気がないから、多分革命は6ヶ月ぐらいで成功するんじゃないかと思ったの。ところがそれがなんか歯車が合わなくなって、これがこのあと10年間続いちゃうんです。ですね。
10年間続く革命は失敗です。ですか、革命というのは殺すべき人間を殺して短期間にです。で政権を取らなければ成功とは言えません。そうしないと後日、後世になって歴史は革命を称賛はしません。なぜか当たり前です。革命をやるこういう人たちっていうのはその辺のお兄ちゃん、皆さんみたいなお兄ちゃんお姉ちゃんなんです。軍事訓練も受けてない。戦争というのは軍事組織がやるものです。戦争というのは必ずロジスティックス、戦争計画というのは必ずするんですよ。プロの軍事プロが戦争するときというのは。それはどういうことかというと、最前線の人間に水をどう補給するか、食料をどう補給するか、弾薬をどう届けるか、そういう補給路なしに戦争はしないんです。いいですか。で彼らはそんなことすると思いますか。行き当たりばったりですから。ただ銃を取ったわけです。どうやって生き延びるか、貧しい農民から協力を無心するわけです。これお前らのためにやってるんだから、世直しのために何かくれよ、ね、で最初のうちは生まれたたちもまあいいかみたいなことで、ね、食料もくれるかもしれない。でもそれが長引くとちょっと疲れて、世界最貧国ですからこれね。そうすると腹が減った民兵たちは怒るわけです。お前らは俺たちに協力しないってことは政府の味方だな、敵だということで殺し始めるわけです。つまり革命というのは民衆を解放するために立ち上がるわけですけれども、革命が疲弊化してくるとどういうことになるかというと、解放すべき人間を殺し始めるわけです。いいですか。若い皆さんは覚えておいてくださいね。革命というのは若い人の特権です。年寄りは革命しません。でももし革命を起こしたとして、鉄則です。これは殺すべき人間を殺して、短期間に殺して世の中を変えましょう。もしそれが 1,2 年以上続くことがあったら諦めてください。スパッと諦めるんです。内戦化する前に。いいですか。それで次の世代に託しましょう。いいですか。これが僕が皆さんに お届けする2つの忠告です。ですか。殺すべき人間を短期間で殺す。もしそれが長引かそうだったら即座に諦めて次の世代に託すということ、世直しをですね、そうしてください。よろしいですか。でこれがどういうわけか長引いて内戦化します。まあここに微妙にこのダイヤの利権が入ってくるわけですね。ね、最初は士気もう盛んな革命だった、世直しだったのに、もうやっぱりどうでもよくなって、部下もお腹すかされてるし、どういうわけか、もうなんか利権構造になってくるわけですね。これがね、暴力団みたいになってくる、単なる盗賊集団みたいになってくるわけです。そうすると革命軍の中の指揮命令系統もどんどんズタズタになっていくわけであります。でこれが10年間続けました。やっと9年目です。もうすでにその時にはこの国の一般市民が50万人、400万人の人口のうちの50万人が死ぬことって分かります？これ8人に1人死ぬってことです。これすごいですね。これはね、9年目にしてその50万人殺された後、やっと、はい、これはあまり士気のない国軍兵士が戦っているところですけど、もうすぐ出てくるかな。やっと9年目にしてあら、まだ出てこない、あららら、はい、 UN 国連平和維持活動がここに投入されます。約1万7000の多国籍軍がこの内戦を止めるために投入されます。ということは50万人死なないと国際社会は動かないということです。アフリカの場合は今ですね、そのぐらいアフリカの人の命の価値は軽いということであります。これがアジアだったら、もし日本が同じようなことになったらすぐ助けに来てくれるでしょう。でアフリカはそうじゃないということで、我々は収奪、こういう国から収奪をしますけれども、何か問題が起こってもその対応は非常に遅いわけです。50万人殺したあとですね。で僕はこの国連平和維持軍を統括する責任者としてこの国に前戻ります。今度は家族は連れていけません。兵隊と一緒に、仕事することですからね。ですね、もちろん僕は軍人ではありませんけれども、政治を扱うで、僕の下に、この軍人がつくという形です。ブルーヘルメット、これが国連の平和維持活動の、
象徴であります。今南スーダンで働いている自衛隊もこれをかぶっています、ね。はい、僕の与えられた仕事というのはこの中立な国連軍を使いながら、反政府ゲリラが、統括している支配している場所に入っていって、これは怖いんですけれども、これ入っていく状態でですね、これ完全に彼らに完全武装した兵隊に守られながら、これ狙撃される心配があるんですけれども、そして、上の言うことを全く聞かなくなった現場の司令官たちと交渉に行くずれ合います。そして一つの部隊を一つ一つ丁寧にこれその間に僕らはの仲間が、僕の部下も人質に取られたり拷問されたり大変な目に遭うわけですよ。殉職率が非常に高かったんですけど、まあ、これはそうやって説得に応じて、投降してくれることに同意した部隊ですね。反政府ゲリラです。どう見てもこれガキです。ここからもう世代戦争ってのは分かります。赤いシャツの子供のこれ10歳ぐらいです、ね。そして、こうやって我々の立ち会いのもと、まあ、後ろで青い帽子をかぶっているのは国連平和維持軍の兵士ですけれども、これね、これ AK-47 という、非常に丈夫な旧ソ連製の武器ですけれどもね、これを壊させます。そして、1年かけて約5万人の民兵ゲリラ兵を、武装解除します。説得によってですね。それで、まあ、これはその式典の様子ですけれども、約1年かけて内戦を終結させます。でこの同じ年に、当時の国連事務総長の今のバンキムさんの前ですね、コフィアナンさんと国連平和維持活動、僕らは合同でノーベル平和賞をいただきます。僕はこの責任者であります。でこうやって内戦が作られるわけです。内戦から平和が作られるわけでありますけれども、この戦いが平和になる時というのはやっぱり段階がありまして、いきなり平和にならない、ね、で必ず停戦という、ね、フェーズを踏まなきゃいけない。停戦というのはやっぱり戦いを始めた人間というのは勝てると思ってみんな戦いを始めますから、ね、それが勝てなくなっじゃないかなって思い始める時が来るわけです。もしかしたら完全勝利がないんじゃないかなということ、ね、だけど部下の手前それが言えないという、ね、そういうのは停戦をさせる絶好のチャンスなんです。そういう時はということはどういうことかというと、戦い始めた時っていうのは誰も止められません。残念ながらちょっと疲れた時に第三者が入って、まあ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 って言って、ちょっと将来のこと考えようよって、まだ戦争を諦めとは言わないから、ちょっと半日ぐらい打つのをやめて頭冷やしてみないって、このまま続けたら将来どうなるのか、みんな将来のこと考えるでしょ、自分が大切でしょみたいな話をするわけです。いいですかね。でそれは第三者として我々が入っていくわけです ね。これは停戦合意が行われた、調印された時です。で僕が仲良くしてた大統領はもう逃げちゃいましたんで、その後の大統領がこのあっち側に行って、茶色の帽子、これがカッバさんって言いますですね。でこの白い帽子がこれが反政府ゲリラの親玉法デー参考という、こいつが50万人殺した戦争犯罪者であります。でこの間で、停戦合意が、その停戦合意が調印された時はその内容が明らか、日本では全く報道されませんでしたけども、欧米社会は大変に驚きました。こんなことしていいのっていう、こんなことを合意させていいのっていう、その驚かせた内容っていうのが完全恩赦です。つまり50万人殺したこいつを許すってことです。つまり何も罪は問わない。そればかりではなくて、こいつを副大統領にする、全くのお手打ちですね。こういうのをパワーシェアリングって言います。連立政権を作らせるということですね。それ50万人殺してそれをみんなチャラにするということ、こんなことあっていいわけないんです。東京裁判を見てください。ね、あっちゃいけませんよ、こんなことは、ね、でこういう合意というのは必ず第三者がいます。まあまあまあっていう人たちです ね。誰がやったか、皆さん国連だと思うでしょう。僕は国連の幹部でしたからね。この後武装解除をやったのは僕ですから、ね、そうじゃないんです。国連はできません、こんなことは。なぜかというと、国連は人権を維持するという
働きを持っています。ですからこういった過去に起きたこういう戦争犯罪は国連は裁かなきゃいけないというスタンスです。ですから戦争犯罪法廷、まあ、いろんなものが今でも動いております。旧ユーゴとか、今後でちょっと見せますけれども、ルワンダの戦争犯罪法廷ですね、あれは国連が維持しております、運営しております。ということは国連はあくまでも戦争犯罪を裁くというスタンスなわけです。この場合は裁かないんです。ということは国連じゃないんです。これは仲介したのが誰か、これがアメリカ合衆国なわけです。当時のクリントン政権ですね、ブッシュさんの前になります。なぜアメリカがやるのか、この日本人が知らないような名前を知らないような国で、シエラレオネとその隣にあるリベリアというのはアメリカと非常に歴史的につながりがあって、それを読み解くにはぜひスティーブン・スピルバーグ監督のアミスタッドという映画を見てください。1世紀前に起きたアミスタッド号事件を題材にしたすごいいいスペクタクルです。これはアミスタッド号という奴隷船で起きた反乱を題材にしてるんです ね。その時に名前がなかったシエラレオネあたりで捕らえられた奴隷船アミスタッド号というんですが、そこで、反乱が起きる、奴隷が反乱をして船長を殺した。そのアミスタッド号というのは当時アメリカとかイギリスでは奴隷解放が進んでいたのに、ね、一部のヨーロッパの国はまだやってたんですよ。これポルトガル船籍だと思いますけど ね。で一応ね、船長を殺して船のコントロールしたらいいんだけど、奴隷たちは船の動かし方分かんないからそのまま漂流するわけです。でアメリカの方に行っちゃうでアメリカの海軍がそれを拿捕するわけ ね。で当時も今でもそうですけど、戦場での反乱というのはこれもう死罪なんです。これやっちゃいけないことね。で果たしてこの奴隷たちは罰されるべきなのかそうじゃないのかということをの法廷のやり取りを描いたものがこのアミスタッドという映画です。大変面白いですよこれ、ね、モーガン・フリーマンなんかが出てますからね、ぜひ見てください ね。でこのアミスタッド号事件 はこのあと彼らは無罪放免になるわけです。そして彼らはアフリカに返されるわけです。奴隷はですね、その最初に返されたところがシエラレオネのあたり、当時の名前さえありませんでしたけども、それにちなんでシエラレオネの首都の名前はフリータウンって言うんですということはどういうことかというと、オバマさんを選んだアメリカの黒人層にとってシエラレオネとリベリアっていうのは非常に歴史的につながりのある国、ほっとけない国なんです、アメリカにとって。だから介入したんですね。戦争犯罪を許すというオプションをアメリカはしたわけです。アメリカは懐の深い国なんですよところがタリバンとかアルカイダに対しては50万人殺してませんけどね、許さないっていうふうになって、今こういうのをダブルスタンダードと言うんですけどね、一面アメリカというのは、まあ、他人の問題だからかどうかもしれないけど、こういうことをやるわけであります。つまり今言いたい何かというと、平和と正義です。今この和平合意のおかげで僕らは武装解除をし、ノーベル平和賞を国連にもたらし、シエラレオネ平和です。でもしかしその平和っていうのは大事なものを我々は犠牲にしました。それが正義です。つまり戦争犯罪を裁くという正義を我々は保護にしたわけです。しなかったということは何が言いたいかというと、平和と正義というのは両立はしません。した試し、僕はケースは知りません。逆に本当は両立 しそうだし、しなきゃいけないと思えるでしょうが、しないんです、実はですね。疲れてきた、あと5分ですね。はい、はい、これは当時の給食事業です。何十万人という子どもたち、僕らはケアしておりました。栄養も管理していました。これは、ね、で内戦が始まると、この何十万人といた僕らがケアしていた子どもたちは、2つの数奇な違った運命をたどります。それはもちろん一つは戦争の犠牲になるということです。殺される、難民化する。その中でも、その犠牲の中でも最も犠牲となった子どもたちはこの子たちです。これも映画に描かれております。どういうわけか、内戦が終わりに近づいた頃、こういうことするんだったらいっそ殺せばいいのに、でも生きたままどういうわけか子どもの手足をちょん切るということが
一般化するようになりました。なぜやったのかわからない。完全に快楽でやったみたいな感じですね。こういう子たちが何千人もいます、ね、こんな子も生まれてからすぐやられたんですね、ハンセル・ゲリラ。この辺がもう完全に最初は革命だったんです。民衆を解放するための革命がこんなふうになってしまった、ね、でもう一つの運命はこっちです。子供兵です。子供兵です。特に、僕がいた開発事業をやっていたところというのは反政府ゲリラの拠点になったところです。僕のオフィスなんかは本部になっちゃいました、ねね、で、少年兵がいっぱい排出してしまいました。みんな僕の作った学校で小中学校で学んだ子たちが少年兵になりました。でその後の、まあ、僕らは武装解除を彼らをして、まあ、いろんな生の声を聞くんですけど、どうして、少年兵になったんだ、ね、それもちろん麻薬も疲れて洗脳されてなったっていう言い訳も成り立つんですけども、ほとんどの子たちはこれは非常に、不都合な真実の一つなんですけど、自分から少年兵になった。で少年兵というのは怖いですよ。子供というのは殺人ということの垣根を意識的に取り除いてあげるとゲーム感覚で、殺します。大人よりも残酷なこと、残虐さを競うゲーム化します。戦場でです。より残虐なことをやるということを競い合うんですね。で大人の兵士よりもひどいことをしました。でほとんど子どもたちの手足を切ったのは子どもたちです。でこの子たちの動機というのは単純です。かっこいいからです。みんなファッション性です。生きがっちゃう。日本の若者が暴力漫画に映画に、僕もそうですけど、暴力っていうのはセクシーであります、ですね、やっぱり劇画の題材っていうのは暴力であります、不良であります。あれと全く同じです。これ暴力のファッション性です。45分でもうあと5分ぐらいかな。でもう一つ題材です。ホテルルワンダ、これも見てくださいね。こっちももう一つの内戦です。1994年の話です、はい、こちらはフツ族とツチ族の争いであります。僕はこの国に行ったことありません。なんと100日間が民族浄化という名のもとに、多数派のフツ族が少数派のフツ族に、まあ、長年の恨み、積年の恨みということで襲いかかったわけです。100日間で100万人殺されました。100万人です。100万人、広島長崎足してもこの数には及びません。100日間に100万人ですよ。でこの時現場にも国連平和維持軍が派遣されておりました。この最高司令官が今出ていたカナダ人の将軍のロメオ・ダレールというこの将軍は僕の友達でして、これ NHK の番組で僕は彼と対談した時のこれクリップですけども、でこれはこの後彼は退役して、まあこれは5年ぐらい前のビデオですけれども、去年まで国会議員をやってました、カナダですね。で僕は彼と再会したのも対談したのも、彼が国会議員になってからですね。何をどういう番組かというと、なぜこういう殺戮を我々は止められないんですかということです。我々がシエラレオネでは、僕は内戦前から政権の側にいたんですけど止められませんでした、ね、国連 PKO の幹部として入ったらもう50万人殺されたからです。で彼にしてもそうです。最高司令官だったんです、国連軍の。でも止められなかった。でその席の重圧から彼は母国に帰って自殺未遂するんです。でそこからリハビリして、まあ、国会議員になるわけですけども ね。なぜ我々はこれを食い止められないのかっていうことなんです。若き衆の彼ですね。これそれが未来への提言という形で、これ本にもなっております。 NHK 出版から、これオンディマンドで見られますから、1時間番組ですけどぜひ見てください ね。
なぜ国連が何もできなかったのか、でその話をすると1時間かかるので、ここは別の話をします。なぜこんなに効率的な殺戮ができたのか。原爆は使ってません。大量破壊機も使ってません。民衆が民衆に襲いかかったんです。自動小銃も使ってないんです。どちらかというとナタとか家庭にある武器で襲いかかった。で民衆がこいつらこの民族がいる限り我々に未来はない、我々の子供にも孫にも未来がないというと、お母さんでも敵の子供を殺すんです。母性本能から、そうやってすり込まれる。メディアです、メディアの力で、地元の FM ラジオがとにかく土族はゴキブリだ、あいつらがいる限りあいつらは絶対改心しない、歴史を見てみろ、あいつらのおかげで我々はずっと苦難苦渋をなめてきた、あいつらを抹殺しない限り我々の子供に未来はないということが刷り込まれるわけです。繰り返し繰り返し、そうすると民衆が襲いかかります。暴力が正義になります。自分の子供のために相手を殺さなきゃいけない、根絶やしにしなきゃいけないということです。これが行われた時に民衆というのは大量破壊兵器よりも殺傷能力を示すということが歴史上これで証明されたことになります。100万人はアメリカ軍でも殺せません。100日間だ。1日1万人殺すってことですから、こんなには殺せません。怖いのは兵器でしょうか、軍隊でしょうか。違います。怖いのはあなたたちです。日本の話です。これが最後です。 3.11 福島第一、僕もこれが水素爆発した時は地球の終わりかと思ってものすごいショックでした。我々、ね、僕なんかイソジン飲んじゃいましたからね。はい、その後今でも続いてます。当時は反原発運動ですけどもね、今では戦争法案反対ということで民主運動が非常に盛り上がっております。ちょっと感情的かなってちょっと恐ろしい部分もあるんですけどね、まあ、シールズという団体は僕の友達でもあるんですけど ね、 ね、はい、尖閣諸島、これはもちろん中国と、まあ、台湾も絡んでおりますけどもね、ね、どういうわけか中国の脅威、別にこんな無人島を捉えたってどうってことないと思うんですが、どういうわけか中国が攻めてくるみたいな話になって恐怖感あわられてるでしょ。皆さんテレビ見たらそういう感じですよ ね。確かに取られてほしくないけど、別に無人島やん、誰も住んでないやんこのところみたいな、ね、だけどすごい重圧があります。誰がそれを作ってるんでしょう。でこれです、いまだにやっておりますね。新大久保とか大久保に行けばこの頃これに対するカウンターグループも出てきましたけどね。こんなことは僕の将来今56になりますけれども、57か、見たことありません。こういうメッセージっていうのは我々の世代ですと便所の落書きって言ったら分かります、便所する台の方によくそういう落書きがありました、これに類の。でこれを表立ってやる言うっていうのはなかったです、僕の人生の中でも見たことない。それを言える状態になってきました。これをなんかおかしいです、我々今本当におかしいです。そのおかしい中に皆さんいるってことを感じ取ってください。これは なかったんです、本当我々の時代今までなかったんです。これここまで排他的、排他ね、他人を排するという、排他的になるという一線を引く日本人か、そうでない、日本人だってどっから来たら分かんないのに、どういうわけか日本人であることがなんかそれで安心するみたいな、それ以外の人はみんな敵みたいな感じですね。ね、これをこの大っぴらにやる時代になってしまったっていうことであります。で、まあ最後に大学の宣伝をしますけれども、僕はどちらかというとここの大学の大学院の方の先生でありまして、英語で全てをやるピース&コンフリクトスタディという戦争学の講座があるんですけども、でここには日本人は入れませんっていうか、ね、日本人の枠がないだけで、全てインターナショナル国際、留学生であります。それも紛争当事者国から来ているアフガニスタンであるとかイラクであるとか、そういう国の人たちを2年間、修士課程に学ばせて、
我々が考える平和構築学、どうやって平和を構築したらいいのかということを研究する講座をのやってます。ずっと7年間ですね。でそこで、学生と一緒に今ずっと我々が考えている一つの問題意識があります。それがこれです。それはどこから始まるのかということであります。有史歴史の中で大きな戦争、特に近代において大きな戦争は全て民主主義が起こしているんです。独裁国家であれば独裁者が明日戦争するもんねって言ったらできるかもしれませんが、民主主義ってのはそうじゃできません。つまり有権者たちが戦争をする、つまりこいつらを殺さないと我々の平和が脅かされるってことを正義として認知しない限り民主主義は戦争できないんです。ということは民主主義が戦争をするというのはどこがスタートかというと、宣戦布告、戦闘が始まった時じゃない。なぜかというとそういう民意の情勢というのは時間がかかるはずです。もっと前から進んでる、始まってるはずです。じゃないと民主主義は戦争できないんです、ね、それはどこから始まってるのか、果たしてそれが見えた時にどういうふうに我々は識別してどういう対策をしなきゃいけないのか、それを考えております。我々は日夜ですね。その題材として今日本はさっき言った理由で一番面白い時期にあるのかもしれません、ね、それは多分皆様の問題であります。で、さっき言ったあの革命の鉄則忘れないでくださいね。いいですか。諦めるときには諦めましょうということであります、はい、じゃあありがとうございました。それでおしまいです。どうも。